1887、はい、もうなんか言いづれえな。ほら木製いいね、やっぱね。はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 HK ワード HK です。はい、さて今回ですね、海外からエアガンを買ってきたシリーズ第8弾というわけで、第8弾というわけでね、はい、とあるものをね買ってみたので、それをレビューしようと思ってます。それは何かというと、そっちに、はい、ゴールデンイーグルというわけでね、ゴールデンイーグルの M1887 をね買ってみたんで、そう、あのしおちゃんがターミネーター2スピンコックしてバキュンバキュンって言ってたあのショットガンで、そう、あれを買ってみたんでレビューしてみようと思います。はい、それではね、今回買ったのはゴールデンイーグル製です。そう、あの M1887 といえばさ、S&T じゃない。そう、多分ね、多分ほぼ間違いなく多分これ中身 S&T なんですよ。まあ見かけもそうだし中身もそうだから、まあ S&T がのパクったのか、 S&T から横流しされたのか、どっかの在庫を横流しされたのか、うん、よくわかんないけど、あのゴールデンイーグルってもうほぼパチモンじゃん。そうだからね、なんかもうね、3番センチぐらいのね、あの製品を出すんだよね、ゴールデンイーグルってね。まあそのおかげでね、すごく良くて、あの最近はね、安くていいものをね、まあ業界内に流通させてくれてるなと僕は思ってるメーカーなんですね。はい、というわけでこのね、ゴールデンイーグル社製 M1887 開けてみよう。おーイエーイ。はい、ぴん、はい、こんな感じでございます。すっごいシンプルだね。そう、あのね、今回買ったのは、いつも僕はね、購入してるタイガースリバン HK さん、はい、でね、購入しました。はい、というわけで、ね、今回ね、初速照明入ってるんだけど、この下にあるんだよね。ベタベタ貼り付けてあるから、まあいつもちょっとお見せしてるんでね。はい、まあ、まあそういうもんだと思って、あ、まあいいや、見せようか、じゃあね。はい、ね、じゃあちょっとね、本体を一旦ちょっと取り出します。ちょっとね、タイガースリバン HK さんで買うと、この箱がね、裏返してくるんですよ。そう、だからね、表面がこの何もないところを向いてくるので、そこにね、あれがあるんです。ほら、これね、初速証明書、はい、入っておりますんでね、はい、これがついてるおかげで、税関をね、パスして、僕の手元にやってきたというわけでございます。はい。まあ、買い方はその他についてはね、この動画で解説したので、もし興味がある方は、ご自分で買ってみてはいいかでしょうか。というわけで、はい、じゃあね、続き行ってみよう。はい、というわけで、これがね、M1887、はい。もうなんか言いづれえな、じゃあもうさ、あれでウィンチェスターでいいよ。はい、ウィンチェスターで、はい、ショットガンですね。いいね、これね、前々から欲しかった、昔から欲しかったのよ。そう、でね、S&T セガで、まあ大体国内で3万弱ぐらい。で、今回買った値段はこんな値段。そう、だからね、国内で買う値段ってあんま買わなかったのよ。最近ほら、円安でだいぶね、海外から物買うときすごい値段高かったでしたけど、最近ちょっとね、円が高くなったのよ。そう、ちょっとね、ちょっとね、下がったんですよ。そう、だからそのタイミングと、年末のクリアランスセールが被ったんで、そう、じゃあこれは買うしかねえと思ってね、買ったんですよ。そうだ、でも国内はね、もうすでに、在庫切れになっているので、手に入りませんと。はい、というわけで、前々から欲しかったこれをね、ちょっと買ってみた次第でございます。はい、というわけで、ちょっと中見てみましょう。一応ね、取説がちらっと入ってるんだけど、まあなんだろう、その大したね基本的な使い方、しか書いてませんと。うん、まあ特徴的なのは、このホップアップアジャストメント、そう、ホップアップを調整するための、まあこんなリバーがあって、これをなんかね、シェルが入るチャンバー内に突っ込んでこうくるくる回してね、なんか調整してくださいっていう点が1点と、あとこのね、シェル、そう、丸いと違って1つのバレルから3つ弾が出ていく方式なので、ここに弾がね3つ入りますと。うん、まあそれぐらいかな、特筆すべき点はね。うん、そんな感じでございます。はい、だね、じゃあ本体の方行ってみましょう。はい、こんな感じです。いいね、あら、木製ですよ、木製、いいでしょう、ガチで木製だよ、ほら、いいよね、ほら、ほら、いいね、ほら、木製いいね、やっぱね、この手の歴史あるショットガンは木製であるべきだと僕は思ってるんですよ。はい、
いやでね、ちょっとね、じゃあセンターの方から見ていきましょう。はい。ちょっとね、今ドンって向こうに当たっちゃったんで、カメラを移動させながらね、撮ってみていきましょう。はい。はい、センターはこんな感じです。ちょっとね、さっき、ガシャガシャ擦っちゃったから、ちょっと擦り傷があるけど、まあ、触れば撮れるんでね。このフロントサイト。フロントサイトがね、こうなんかすげえ適当な感じで、M870 かな、あれとなんか似たようなね、フロントサイトになってるんですよね。で、これ、ボンドとかじゃなくて、突っ切りタイプで、こう、後ろ側からね、突っ切られてるのが確認できますね。はい。で、まあ、この時代のやつはね、大したサイトの仕組みになってないので、すごいいい加減なね、いい加減って言ったらあれなんだけど、まあ、リアサイトになってますと。はい。一応、サイティングはできるんでね。まあ、とはいって、だからといって、ね、それぐらい精度がいい球がね、打ち出せるかと、そんなことはございません。そう、ね。一緒にね、同じバレルを3発球が飛ぶんで、大した命中精度じゃないんでね。うん。これはね、やっぱね、このライブカート、そう。このライブカートを使うことに意義がある。そう、いいよね、ライブカート。ライブカートしかったら、久しぶりだよ。ショットガン式のライブカート、初めてかな。うん、一応に5発入ります。はい。じゃあね、というわけで、ちょっと、このライブカートを仕込むのはちょっと後にして、じゃあ、その次の方ね、次のとこ見ていきましょう。はい。ちゃんとね、ここ動くんだよ。いくよ、せーの、ガチャン。かっこいい。すごいね、これね、結構ね、複雑な仕組みしてんだよね。で、ちょっと僕はね、思ったね、あ、面白いなと思った点は、ここ全部鉄でできてんだけど、シェルをね、上と下をね、こう、チェンジするための、まあ、機構があって、結局、ここのね、輪っぱに、こう、シェルが入ることによって、ほら、下から降りてきた球を、入ってきた球を上に、こう、ガチャンって持っていく機構。ここだけがね、プラスチックでできてるんですよ。うん、面白いでしょ、これ。こうやるでしょ？ちょっとこうやって出るんだけど。そう、ここがね、プラスチックでできてて、まあ多分、このプラスチックのパーツでできているからこそ、このシェルをね、こっから、こう、こうほら、テンションがかかってるだけなんだよ、こうね。このテンションだけで、プラスチックのシェルをね、維持してるみたいな、なんか構造をしてるみたいです。はい。これはちょっと特徴的だなと思います。そして、次に特徴的だなと思ったのは、ガスを入れる場所、どこだと思う？探したんだよね、めっちゃ。ね、すっげえとこにあるよ。ね、どこだったっけ？ここが、まあ、ハンマーなわけですよ。ほら、これをこうやって引いて、こんな感じね。だから、これをガチャンってやると、まあ、引かれるわけですよ。ただ、引かれるんだけど、で、この状態で引っ張ると隠れちゃうんだよね、ここ。ガス吸入口が、いや、注入口が実はここにあって。そう、だから、ね、一発ちょっとね、打った状態で、こう、ハンマーがね、デコックした状態じゃないと、ガス吸入口が現れないって、ちょっと不思議な仕組みをしてて、ここにあるんですよ。ほら、見えるかな？見えるでしょ、ほら。ね、面白いでしょ。だから、この状態でガスをブシューって入れてから、まあ、打つっていうようなね、仕組みを取ってるみたいです。はい。じゃあ引き続きちょっとね、後ろの方を見ていきましょう。はい。いやー、このね、モクストってあんまねえやっぱ。いいね、モクストね。いやー、まあ、なんだろうね。まあ、これをさ、国産のね、例えば KTW とか、ああいうとこは作ると、高級ブナ材とかさ、なんかすげえ木で作るんだけど、まあ、ここはね、まあ、さすがにちょっと、まあ、中華製なんで、そんなに大したね、木材の品質ではどうもなさそうですと。うん。まあ、とはいえやっぱね、木素は木素だよ。うん、木素最高だよ。というわけで、ちょっとね、一通り動作をやってみましょう。はい。で、これをね、ガッシャコーンってやったまま、これがね、めっちゃ球入れづらいのよ。うん。あ、マック堺さんもね、なんかレビュー前やってたけど、すっごい球入れづらそうにしてて、なんでなんだろうと思ったんだけど、うん、わかった。やってみたらわかる。すっげえ入れづらい。これがね、こう、って、入ったと思ったら、中でパラって また戻ってきちゃったりすんのね。うん。なんか、すっごい玉入れづらい、これ。これさ、サバゲでさ、持っていくとすんじゃん。うん。これね、確実にね、嫌になる。玉入っていかねえんだもん。ほら、もう今ね、ダメでながらやってたって、もうこんな感じで、ほら、よし。よし、入った、オッケー。で、これで、ガシコン、オッケー。これでね、スピンコックね、ちょっとやってみたのよ。無理。ここのストックはあっても、スピンコックはね、できることが分かったんだけど、すっごい難しい、スピンコック。うん。だからね、壊れるって聞くし、一旦、とりあえずやめました。
はい。というわけで、じゃあね、ちょっとね、廃墟とその他のね、一連動作やっていきましょう。はい、こんな感じですよ。ちっちよしよし、いくぜ。せーの、ほいほいバンほい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 はははいいね、かっこいいね。やっぱね、ライブカード式最高っすよ。はい、というわけで、今回ね、海外からエアガンを買ってみたシリーズ第8弾というわけで、このね、ゴールデンイーグル社製の、元いサンドチー社製の、はい、M1887、はい、ウィンチェスターをね、ご紹介差し上げました。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。ジャンボテレッ